なんだろうこれ。目で見て、手で触って、鼻を近づけて、くんくん匂いを嗅いで、シミの原因を予測する。でも手触りも匂いも違和感なしだから見て判断できるのは色ですよね。そもそもシミは地色との色の段差ですよね。真っ先にイメージするのは食べ物か飲み物です。つまり飲食に伴うシミ、食べこぼしですから、このシミの色から予測するとコーヒーかな、お醤油かな、なんて感じですよ。じゃあ実際にね、コーヒーとかお醤油をちょっとだけつけてどんな色になるか見てみようなんて人はいません。わざとシミをつけるなんてことはできないですよね。小さいお子様とかご高齢の方ですと飲食に伴うシミをつける確率は高いとは思いますが、そうじゃない年齢の方はそうそうシミなんかつけないですよね。特に高級素材だと認識して着ているお洋服は高額商品だったりしますし、自然にシミをつけないように気をつけますから、さらにシミをつける確率は減ります。でもその服を着て飲食しないわけでなければ、飲食に伴うシミがついてしまう可能性はゼロじゃないですよね。でも実際にコーヒーやお醤油をこぼしたらすぐに気がつくし、すぐに何かしらやるはずです。ティッシュで押さえるとかね、少し濡らして拭くとかね、いわゆるシミ抜き的なことをすぐやればシミは変化しますよね。なんかこぼしたけどすぐ拭いたらシミにはならなかった、ラッキーって感じで洗わないでいると収納中にこんな色のシミが見えるようになってしまうんですね。なんだかもうわかんなくなってるんだけど、この辺にシミをつけてしまったんだよねってことで、すぐにシミ抜きのできるクリーニング店に依頼するならリスクも低く料金も安く、後でシミができてしまう確率も低い。でも時間が経過してちゃんと見える変色地味になってからだとリスクも高く料金も高く成功率も低い。おまけに生地の風合いや色にも影響が出てしまうかもしれません。もういいこと一つもないですね。家で洗濯機に放り込んで全自動で気軽に洗えるアイテムであればそうなさるんでしょう。でもこれは洗えないからシミが見えないなら放置するわけです。まあ、放置って認識ではないでしょうが、洗う必要を感じないんでしょうね。コーヒーや醤油はついたばかりだと全くシミにはならず、時間の経過とともに酸化して本来のコーヒーや醤油の色に変化するわけではないですよ。ないですよ。そもそも全く違うものがついていてしばらくして見えるようになるシミって大抵こんな色なんですよ。だからみんなコーヒーかなとか醤油かななんて言うんですけど、実際このセーターもね、この目立つシミがなければまだ洗う気にはならずそのまま着続けてしまってるのかもしれないですね。シミが落ちないならどんどんシミ抜きを強くしないといけなくて、それがしやすい素材ばかりではありません。シミ抜きを強くすることは簡単なんですよ。でもシミが変化すると同時にシミの周りの色も薄くなってしまうとか、シミが薄く残った状態でシミの周りが白くなる、目玉焼きみたいになっちゃうんですよ。これはかえって悪目立ちしちゃいます。シミ抜きで大事なのはシミを取ることよりも悪い変化が起こる手前でその兆しに気づくことです。カシミヤ 100% ってことを認識しないで着てる人はほぼいないでしょう。洗濯液表示的にも素材の特性的にも感情的にも水洗いはできないってことを知ってるはず。いいものをいい状態で長く着るのに必要なことはたった一つ、適切な頻度でいいメンテナンスをするのみです。今日の動画はここまでです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。